皆さんこんにちは、こんばんは、みねこでございます。本日もグダグダマインクラフトやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。削っちゃうかな村の村のですね、お家が結構経ちました。で、屋根の部分変えました。まだ見せないよこんな感じどうかな。まあ、隣も同じ形で、井戸がね、なんだろう、これ櫓みたいな感じになっちゃって、でここだと私は水をすくえて、まあ、こうすることによって村人さんがジャンプして入れないでしょ。ここで溺れることないから、まあ、ここは階段ブロックでやったんで、まあ、こんな感じで、まあ、で村の中心だったからこういう風にしちゃった。いいかな。で、ここが一応集会場的な、まあ、みんなが集まれるところにはしたんですよ。まあ、ほぼ同じような作りですね。で、2階というか屋根裏というか、まあここは開放感ある感じで、ガラスをつけようかなんかしようかと思ってるんですよね。考えてるのは。まあ、一応ここに、ね、ちょっとテーブルと椅子と置いて、まあ、こっちにジャンプできないように。でもこれね、下付きハーフブロックにしてるからなんか置くとね、浮いちゃうんだよね。でこれこのままでもいいかなと思って、下にテーブルとか置いとけば、まあ、それかこれこういう風にハーフブロック置いて椅子とテーブル置いてみるかと思って、でもあんまり高くずっと変に村人さんここ乗っちゃってもね困るからと思って、このままでいいかなっていう感じ。あとはガラスを入れて、ここはね3マスになったんでドアいいかなってじゃあこれで半分適当入ってんのかな。なんかちょっと来てきた来てきた、ちょっと来てきた来てきた。でここはねこういう風にしてみようかなと思ってるんだけど、でもその方が厚みが出ていいかも。そうそう、昨日の動画見ていただけましたでしょうか。すいません、本当になんかすごいね、体調良くなかったみたいで、なんていうのも、眠気がすごかったですね昨日。そんなのに動画を撮るっていうのは何事だーって感じですけど、なんかね動画撮りたいなーって、思ってたんで撮っちゃったんだけど、撮ったらあんなね、自分でも眠くなるような動画を撮ってしまい、さらに編集もあんなね眠くなるような編集の仕方をしてしまい、見てくれた方はぐっすり眠れたんじゃないでしょうかね。本当すみませんでした。
これでいいかな。ちょっと中から。これがね、ちょっと大きいお家です。これしかないんだけどね。だからね、ベッドをこうかどうしようか悩んでる。うん、ベッド作ってあげようかなとは思ってるんだけど。おうおう。なんかこじんまりした感じ。あそこもいいな。窓つけなくていいか、あのままで。あとは、あそこにね、石。あとね、ここのお家をどうしようかなと思って。うん。何もしないのも変だよね。ただ、ここを壊して、高さ合わせてもう一軒ちょっと大きめの同じようなお家を建てるようにしちゃおうかなね。で、道をまたこのまままっすぐつなげてあげればいいかな。でもこれあれだよね、どっかにドアつけないと来てくれないよね。つけるところないな。それかここ1個にしてなんとかするしてみようか。もう一席ぐらい。テーブル広いってどういうことって感じ。よし。よしってしたんだけど、ここがすごい圧迫感がある。村人さんが謎に開けてくれなければ大丈夫だと思う。まあ大丈夫でしょう。トラップドアはね、あれ内側の方がいっか。じゃあそろそろここから村人さん解放するよ。およ、およ、どうぞ。どうぞ。あ、どうぞ。あ、いた。ごめんね。ごめんね。
司書さん3人いて、司祭さんいて、なんでみんなそっちに行くの？あっちにあるよ。じゃあここは遠慮なく壊させていただきます。これじゃ絶対さ、でここでしょ、絶対認識してんの。ほら、お前たちの家じゃない、これ俺ん家だよ。まだそこにいんの？まあいいけどね。たらもうあとはあっちしかないから、うん、とみんないそいそとあっちに行くかな。よし、こんな感じで設置も完了で、でだね、あのいろいろ電話かかってきちゃってもうなんかどこまで撮ったかなみたいな、電話かかってくるたんびに動画止めてってるから、どこまでなんだろう。これここにもちょっと、あー違うよ、置きます。すごいね、ジャンプと同時に変なとこ行ってるね。は次の夜が来て、空何もしなかったわ。綺麗だな、こんなだったっけ。もうすぐ夜だ、綺麗な空だね本当にこうやって見るとさ、松明ひどいね置き方。そこすげえ集中してんだけど水さんはちゃんと横から見て屋根でかいの、入ってくれるかな。トビ来てるよ村人さん、うち入んなよ。あそこ暗いな。ここ開いたらアウト。いいんだよ、ここいいんだよ、入んなよ。よし、一人入った。そんな感じで、とりあえず村人さんはまだお家を認識してくれてないようですもうちょっとしたらね、きっと、うん、認識してくれて、ちゃんとお家の中に入ってくれるんじゃないかと思います。それまで猫拠点はドアなしです、はい。今日はこんなところで終わりにしたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また動画でお会いできる時を楽しみにしておりますので、その時はよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。牛さんバイバーイ。